自分は読書が好きなのですが、ヒロキさんは読書の重要性どの程度お考えでしょうかまた友達に自己啓発を読んだ方がいいと馬鹿にされたのですが、これに関してどう考えますか僕は小説でも語彙力鍛えられるしいいかなと思うんですが、自己啓発文を読む方が頭悪いんじゃないのまあ僕も書いてるので何なんですけど <laughs>。えっとね、自己啓発文読んだ方がいいって言ってるまともな人、僕会ったことないんですけど、いるんですか 自己啓発本をおすすめする頭のいい人って。だから別にあの、まあ、語彙力鍛えられるかどうか別にして、面白いもの読んでるら面白いかはそれでいいんじゃないですか